私の名前は桜子47歳。人材派遣センターから縁柱煉獄杏寿郎様のお家にお勤めするようになった家政婦。お仕事が始まってから毎日楽しくって仕方がない。私お給料いりません。さーて今日もお仕事お仕事。おかえりなさいませ、杏寿郎様。今帰ったぞ。何このピンクの、いかにも頭悪そうな女。杏寿郎様のお友達かしら。杏寿郎様、その方はどなたですか？ああ、紹介遅れてすまない。俺の彼女だ。恋人ってやつだな。恋人。はじめまして、杏寿郎の彼女のあかりです。よろしく。彼女でございますか？ちょっと待って。確かに杏寿郎様は若い青年。いつ恋人ができたっておかしくない。だけど心の準備ができてなかった。そうでございますか。わかりました。ねえ行こう。杏寿郎、杏寿郎のお部屋見せてよ。ねえ。あ、どうぞ。私の家じゃないですけど。すぐにお茶のご用意いたしましょうね。お邪魔します。落ち着け桜子、私は家政婦よ。まずはお茶、お茶を出すのよ。もう靴も脱ぎっぱなしで。一体どういう教育受けてるのかしら。どうも煉獄家にはふさわしくないわ。杏寿郎様、お茶を持ってまいりました。失礼いたします。何を。驚かせて悪かった。今あかりに薬を塗ってもらっていたところだ。ああ、そうでございましたか。あ、びっくりした。あの薬でしたら私がいつものよう。今日はあかりがいるから大丈夫だ。ありがとう。わかりました。はい、お茶ここに置いておきますね。失礼いたします。杏寿郎様、今少しお話いいですか？あ、大丈夫だ。失礼します。杏寿郎様、家政婦の私がこのようなことを申し上げるのもおかしいとは思いますが、私はあの女性が杏寿郎様にふさわしいとは思いません。鬼殺隊の仕事はいつ命がなくなるかわからない。父上や千次郎のためにも俺も早く子孫を残したい。鬼狩りに追われる毎日で恋人を作ろうともしなかった。あかりはそんな中俺に勇気を持って告白してくれた。だから俺はあかりを受け入れた。断る理由はないだろう。それは杏寿郎様がどなたともお付き合いしていなかったら受け入れられるっていうことでしょうか。おー、例えばこの私。君はダメだ。ご主人と可愛いお子さんがいるじゃないか。え、ああ、そうですよね。あかりはまだ若くて未熟だ。いろいろ教えてあげてほしい。俺は桜子さんのことを信じてる。一番信頼しているから。頼んだぞ。私のことを信頼されていらっしゃると。
これからはこの私めがあの方の教育係としてお勤めしてまいりますので、教授郎様お任せください。だって私は教授郎様に信頼されているですもんね。頑張りまーす。では私早速行ってまいります。そっか、信頼されてる。そうですか。あれ、なんか聞こえんわね。こっちの部屋かな。家政婦さんに聞こうかな。あーもう嫌になっちゃう。あー痛い。あー、そっか、あの子も頑張ってんだな。また一生悪しちゃったな。教授郎様のお考えもあるし、明日からは改めて二人の応援しよう。ん、ああ教授郎のことは好きだけどさ、やっぱり私には煉獄家の女が不相だわ。傷は浅いうちがいいし、傷つかないうちに諦めるか、出ていくしかないか。でも教授郎はいい男だったよな。もうあんな男に巡り会えないかな。あー自分磨き頑張ろう。バイバイ教授郎、元気でね。あとおばさんも。おはよう桜子さん。実は朝目が覚めると明かりから置き手紙があった。この家を出ていくそうだ。どうやら俺たちは別れたようだ。桜子さんにはいろいろご迷惑をおかけした。え、そうなんですか。それはまた急ですよね。何があったんでしょうか。私の教育が行き過ぎておりましたでしょうか。桜子さんはよくやってくれた。気にしないでくれ。申し訳ございませんでした。あ、行ってらっしゃいませ。どうしちゃったんだろうあの子。あの子元気かな。よし、また頑張ろう。よし、洗濯洗濯。はい、というわけでこの度は煉獄家の家政婦パート2をお届けしました。1回目アップロードした時にすごい面白かったよとご好評いただきまして、調子に乗って第2弾も作ってしまいました。また面白いお話考えたら作っていきたいと思います。はい、というわけでこのタイム皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分を